赤腹、白腹、違うか。合ってんのか。まあまあ距離あるな。いつもの行ってる場所から比べたら大都会ですね。暑い。だいぶ暑いぞ。ずっと気になりながらも、なんか人が多そうで避けていた公園、ついに来てしまった。こっから入ろう。すげえ、トイレが完備されすぎてる。なんか7カ所ぐらいあるな。いきなり池だ。カイツブリ鳴いてる。あ、そこにいた。今日天気が良くていいね。色が出そう。ポケットしてる。いつの間に。もう食べたし。柱かと思った。来た。取り逃した。着水。カワセミだ。向こう行っちゃって気づかなかった。足元にいましたね。パシャーン。野鳥の楽園か。君そんな潜んないよね、確かね。いや潜るか、下であれか、水中採取か。おっちゃんにめっちゃ餌付けされてるかな。街の鳥だな。人里に適応している。
そほどいる。主従コート。距離でも逃げないですね。はい、ランナーとか歩いてる人がかなり多い。あとバーダーもかなり多いですね。取れた。あれ？なんだこれ？穴が？違うな。近すぎてピントが甘そう。切り合ってる。何か来る。識別できません。そこ立てるんだ。もっと深いかと思ってたよ。いた。カワセミもやっぱ結構都市公園にいて、たくましい鳥の一種ですよね。結構広い公園で、だいぶ水鳥が見れるのは大きいですね。なんだ、あ、出口、あ、向こうあるか。あ、こっちの西側のエリアは池じゃないんだ。多分池じゃないフィールドに出ました。富士公園野鳥と自然の会。ジョウビタキね。あ、うちね、撮影できてないね、今年。あ、なんかバーダーがいっぱいいますね。7
7人ぐらい、なんかいるな。うん、いたね。ついに根気がつ。常備時に30人ぐらい集まった。すごいな。三脚、自撮り棒禁止。自撮り棒もダメなんだよ。自撮り棒はまあいいんじゃない。危ない、危ないか。三脚はね、あんだけ人多かったら危ないね。通れなくなっちゃう。お、サギがいる。ああ、もう飛び出してきた。サギがいっぱいいたんだ。おお、あんな感じで鳴くんだ。おお、地球、目真っ赤。小さぎ一番狂気じめてるな。カラスに束が追われてるな。これだ。カラスに追われてる。今入り口から一番端まで来ました。野鳥ユーチリ、期待せざるを得ない。これか、こういう観察窓があるタイプね。バードバス、鳥が水を飲んだり水浴びをします。どこにあるかわかるかな。あ、そういう感じ。あった。正面やっけ。何か、常備滝か。あ、違うな、赤原。ちゃんと見えないっすね。
赤腹、白腹、違うか。赤腹とか言ってる時に。なんかそう、多分そうですね。あえてそっか、水を飲む、水を溜めてある。ここ行っちゃうかな。行きました。味かな。違うな。なんかそうですね、ちょっと分かりづらいですね。いった。さっきのマミチャじゃないかもしれん、もしかして。ついにマミチャじゃない来た。めっちゃ敵対し、警戒心あらわにしてる。遠投中、腐食防止のため大小便禁止当たり前だろ、誰が大すんだよこんなところで。ヒヨドリ、えげつない数いる。こっちもいる。おヒヨ、あそこ身がいっぱいなってるな。多分30ぐらいそうだな。合流した。朝と比べたらだいぶ人増えてるな。今もう13時ぐらいですけど、